あ、すみません。どうしましたの、お兄様。こんにちは。ああ。そうですわ。でも買い食いみたいな真似はいたしませんわ。あなた。しかし。うまそうだと言っていなかったか。お兄様。美味しそうですよね、これ。私だって食べるつもりはありませんわ。変な鳴き声が聞こえましたわね。そうですね。二つくれ。はいはい。お兄様。お兄様、私は平気です。しかしこの手の食べ物。そうですけど。冷めないうちに食べておけ。私ですか？受け取れ。お金払います。妹のためだ、気にしなくていい。お兄様が買ってくださったのに無駄にはできませんわ。ありがたくいただきます。あ、でもお兄様は召し上がりませんの？俺はいい。甘いものは苦手だからな。大丈夫ですわ。蜂蜜をかけなければお兄様でも召し上がれるはずです。もう一つお願いしますわ。そちらは蜂蜜抜きで。はいよ。ではいただくか。ありがとう、ティ。こちらこそありがとうございます、お兄様。では、あちらに座って食べましょう。不本意ですけど、あなたも同席してもよろしくてよ。はい、じゃあ一緒に。何笑ってますの？どうした？いえ、食べるのが早いなと。それでは味もわからないのでは？そんなことはない。うまかったぞ。食べ終わってしまうのがもったいないくらい。柔らかくて、それでいて香ばしくて。こんなの、一体どうやって作るのかしら？卵が入ってるんだと思います。それと、バターミルクかな？このとろける感じは。
詳しいんですのね。ああ、割と料理は好きなので。別に渾身したわけでは。こんなに美味しいなんて。また食べに来るか。いえ、そんな。美味しかったです。ありがとう。あの？いや、気にしなくていい。はい、お兄様。こっちの格好で出かけよう。こっちの依頼はいつもの格好で受け。じゃあ、ハイタカ。さては。ハイタカ！ハイタカ？なんで俺のベッドで寝てるんだ、ハイタカ！熟睡しすぎだ。ハイタカ？ハイタカ。ハイタカ。君か。嫌な夢でも見た？どうだろうか、忘れてしまった。何か大事なことを忘れてしまったようだ。え？吐いたか！ジェド。はい、タカ。肌を寄せ合うことは一時の寂しさを紛らわせてくれる。でも私は君の体温を奪ってしまうな。一緒にいると凍っちゃいそうだからね。そんなにかい？なら道連れにして氷漬けになってもらうしかない。嫌だよ、ハイタカの道。もしくは君に溶かしてもらう。それも嫌だよ。私の体が氷のようなら君。優しいじゃないか。勝手に人のベッドで寝てた人間を蹴って怒。その格好で人を蹴るのはよろしくないね。それにしても君は小さいな。私はもう少し胸元に丸みがある。心配して損したよ。心配してくれていたんだね。自業自得だ。
もうちょっと考えてから物を言ってくれ。私が言いたいのは、もっと栄養のあるものを食べた方がいいんじゃないかってこと。ますます考えてから言ってくれ。なるほど。貧乏は体まで貧しくさせてしまう。しみじみと胸を見つめながら言うな。ハイタカが今からでも働きに出て食費を出してくれるって言うなら、肉でも何でもつけてあげるよ。なんて残酷なことを言うんだ君は。私だって君の血となり。そんな極端なことを言ってるわけじゃ。しかし亡霊の好みではままならない。ああ。今さっき触ったばかりじゃないか。君は不服を申し立てねば生きていけないタイプ。ハイタカがおかしなことばかり言うからだよ。そうだったね。お褒めに預かり光栄です、主様。てわけで、ま、まだ何か。いや、女性の従者も君がその格好を気に入っているのなら。絶対にお断りだ。格好で出かけよう。こっちの格好で出かけよう。いや、俺に用があったのだろう。酒場で待っていろ。用が済んだら向かう。わかりました。すみません、急用でもないので。仕事中ならまたの機会に。お前とは偶然にしか会えない。それとも次の約束をするか。ならば次の機会に。もう少し時間が取れる時がいいだろう。え、わざわざ。お前はそうでも俺は違う。聞きたいこと。俺はお前のことを知らなさすぎる。素性や名前。それは。そんな風に聞かれると話しづらいです。なら場所を変える。すみません。それなら次の約束を。俺への用事は思い出したらその時に聞けばいい。ああ、すみません。いえ、こちらこそ。大丈夫ですか？そうではないんですけれど。誰か探していなかったか？ルーガス様。いえ、息子が。そんな体で無理をして追いかけることもな。すぐに追いつけるか。仕事道具っていうのはこの。あちらの方へ行き。いた。おい、
ちょっと待って。忘れ物ですよ。お。あ、そうか。忘れてきてたのか。いえ、間に合ってよかったです。ちゃんとお礼をと言いたいところだが。いつの間に。女の足では追いつけまいと追ってきた。それにしても人がいい。何がですか。仕事道具を忘れた男は自業自得だ。なのにお前はその二人を助けた。別に、同じ町の人が困ってたみたいだったから、うん、町のためということか。そんなに大層な気持ちがあったわけじゃない、うん、お前のことが一つ知れたな。悪くない。え、日を改めると言って長話をしすぎたな。少しめくれ上がっていた。あ、ではまたの機会に。こっちの格好で出かけよう。おっと、びっくりした。すぐ戻るけど何か。ああ、そういうわけじゃないから。なるほど。にしてまあいいじゃないか。そうなんだ。お前か。すみません。いや、少し見入って。ずいぶん集中していたようですけど。好きか。考えたこともなかった。誰かが気に入っていた。誰かとは。好みを知るほど。それは、ただ最近は少々事情も変わってきたが。そうですか。俺のことはいい。どうって。こういった美しいものは。まあ、嫌いじゃありませんけど。触れたことがない。綺麗な服も宝石も持ってないし。では花は。ああ、花は好きですよ。そうか、花は好きなんだな。他にはどうだ。温かい毛皮。知りたいからだ。え？聞いても面白いことはないですよ。そういう暮らしなのか。まあそうですね。では送ろう。何がいい？え？いや、生活に困っているのだろう。え、えっと
と夕飯の食材と新しい鍋とってそうじゃなくて、ねだるつもりはありません。それにそんなことを気軽に言っちゃダメですよ。つけ込む人もいるんですから。つけ込まれても構わないと思ったのだが。ダメです、お金が無駄になるでしょ。そうか、では俺が送ったものの中からお前施しを受けるのは好きじゃありません。好きなものならなおさら自分親しい人が本当に私を思って贈り物を選んでくれたのなら、それは施しとは違って思いが形になっただけだと思う。なるほど。いえ、あの、食べ物は？え？好きな食べ物くらいはあるだろ。食べ、特別これといったものは。では甘い蜂蜜がけどうした？いえ、甘の、そうか、あ、でも一つで。分かっている、今度会った時におご、お返しはできま、こだわるな。まあいい、お前と借りを作るのは嫌なんです。まるで男のようなことを言うな。そうですか。意志の強い者には男も女、自分で考え。長居した、また次の機会に会おう。ここにはよ、いえ。では別の場所で、できることなら会うや。あ、そうでした、人と会う約束をしてたんです。ロレンス、もしかして話。いやいや、詳しいところは聞いてない。それでもう帰るのかい？次の約束くらいし。ロレンス、やと、とにかく。いえいえ、またおいで。こっちの格好で出かけよう。そうですね。他に何か変わったことは？何もないですよ。何をしている？ルーガス、ありがとうございます。まるで何か。いえ、ちょっと用事が、あの、何してるんですか？何もしていないが。おろし、いや、踏む。おろせばお前は理由をつけて逃げ。俺も無理強いする気はない。だが顔を見られただけで逃げられるというのも。だからこうして使う。
鷹の血を継ぐ男は狩り場を狩りと一緒にされるとはな。今のでは狩りと同じだろう。あなたも災難だったな。しかし言葉を浪し俺を煽って何になる。道理はある。この目でこれはその女とどういうか、お前が知る必要。勝手に首を突っ込んできてその口ぶりか。を勝手に縄張りを主張している。あなたはもう言っていい。でもそれはそれで構わない。わざわざお前に狩りを見せる日。これはこれは鷹は獰猛で困るな。してたっていうか、決して嫌がらせを受けてたとかじゃなく。嫌がらせ。そういうわけで揉めてたわけじゃなくて。すまなかったな。え？あなたにそのような嘘をつかせるなんて。恋人だなどと。はい、すみません。でもお二人ともファルジとボルグのご子息なんで。マスカレードまではそうだな。聞かれるまでもない。よかった。握手？はい、握手です。せっかくの機会なので。茶番には付き合えん。狼が一人でやったらどうだ。握手は一人じゃできませんよ。ああ、すみません。無理にとは言いません。ただそういう約束だったと聞いていたので。ね、素晴らしい誓いだと信じていたのに。お前まさか。どうした。寛大と言われているヴォルグの息子だが、この程度のこともためらうのだな。失礼。彼女の提案に。マスカレードまで。ありがとうございます。本当にな。大丈夫ですか？何のことだ。こんなところまで。え？いや、いつまでもここにいては。それに礼には及ばない。
余計なことをしてしまった。いえ、とんでも。では俺も公平に立ち去ることにしよう。悩みがあるときは獲物語。はい、そんな幾多の終わりの中に書いているんですか？物語だよ。物語？うん、普通の女の子の物語。普通の女の子が一人の男性と出会って、つまらない話をしちゃった。いえ、そんなことは。本当に？はい、そのなんていうか。君だってそうですね。気に障ることを言ったかな。だとしたら申し訳ない。あ、違うんです。もちろんいつでも。お願い？もっと普通の言葉で語りかけてほしいんだ。ダメかな？わかった。うん。僕はいつも。世界には灼熱の大地というものがある。灼熱ってことはすごく熱いの？それはもう昼間は照りつける光に焼かれ、あまり住みやすそうなところじゃないね。でも空が広くて静寂が心地いい場所だった。夜は柔らかな砂のベッドに寝転び、空いっぱいの星。ああ、でも砂漠の盗賊には気をつけて。え？気がついたら盗賊団の一員になっていたんだ。うっかり？そう。本当に？あの時は参ったよ。世の中にはね、雪を見たことがないという人もたくさんいるんだ。そういった人たちは、そんな毎日雪に囲まれていると。そう。アッシュはどう思ってるの？初めてこの町に来た時は。でもやっぱり毎日は勘弁してほしい。そうだよね。何？温めたシチューがいつもよりずっ
なるほど。うんうん。その時はぜひ君も一緒に。一人より。アッシュは海も見たことあるの？それはもちろん。ああ、知識としては知ってるんだけど、言葉で伝えるのは難しいね。そうか。そんなことはないさ。その時は僕が道案内を仰せつかろうかな。この主人公の子、気に入ったならよかった。うんうん、いい。ありがとう。この子可愛くていい子だ。どうしたの？君も可愛くていい子だよ。え？またそういう冗談。僕から見れば。どうしたの？急にどうしたの？え？今目がどうかしたのかい？どれどれ。あ、何もおかしくないよ。え？とても綺麗な瞳だ。でも、まったく、そういうのはお家でやってくださいね。うわっ！おかわり、お持ちしました。どうもありがとう。はいはい、あー忙しい忙しい。どうして？あら、ジェド。
いらっしゃ。フランシスカ、いきなりごめん。おや？どうも、はじめまして。こちらの少年は？ジェドというの。私のもう一人の子供よ。どうも、はじめまして。そうですか。では、僕はこれで。ええ、心ゆくまでこの町に滞在していって。フランシスカ、今の人は？旅の方なんですって。しばらく町に滞在したいからって。そうな。それであなたは？あのさ、フランシスカ、どうしたの？急に怖い顔して。え？ごめんなさい、心当たりが多すぎて。違う、それだけ？あのさ、ジェド、そんな大きな声で。普段は普通の瞳だけど、感情が高ぶると赤くなって。やめなさい。確かにあなたの瞳は、そのジェド、ごめん、変なこと。まったくよ、何かあったの？ううん、なんでもないんだ。よかった、今日は会えないかと思ってた。どうして？昨日あんな別れ方をしてしまったから、きっと僕が怒らせたんだろうと思って。あ、違うんだ、あれは私の事情で。私の方こそ。いいんだ、今日も君は来てくれた。毎日毎日安い給料でこき使われて、あの人とだってろくに会えない。おい、落ち着けて。知らない。しまったとこ悪いんだけどよ。手帳は？飲み物来ねえぞ。ま、待ってくれ。ないっぺんに。僕のことはいいよ。うん。あの、本当か、そいつは助かる。でも店で出すような料理と。そっちは俺がやる。あんた、なんだ。おい、大皿二人前。誰でもいい。はい、ただいまお伺いします。
ありがとうございました。こっちはもういいから、はい。お疲れ様。あ、ごめんアッシュ。謝ることはないよ。でも君が働いてるところをずっと見てた。飽きることはなかったよ。いや、助かったぜ。ほら、これはおごりだ。しかし大した手際だったな。あんたこ、そりゃますますすげえな。なあ、物は相談なんだがよ、よかったらうちで働いて。はい。見ての通り、さっき人を増やさねえととてもじゃねえがやっていけねえ。はあ。ああ、もちろん他にも雇う。それに今日みてえに忙しいのは珍しいんだ。頼む。給料だって弾むし、あんたみてえに働ける女の子はなかなかいねえんだよ。君がここで働くようになったら、昼の間だけでよければ。ああ、それでいい。よし、決まりだな。それじゃあ、明日また来ます。これから一人で帰るのかい？え？大丈夫だよ、このくらい。いや、よくねえ。こんな部屋ならいくつか空いてるしよ。でもそうさせてもらうといい。あ、でもこの酒場って、安心しな。ん？何の話かな。なんでもない。なんならここに住み込みで働いてくれても構わねえぞ。それは考えておきます。このまま普通に。おはよう。おはよう。ずいぶんと早いんだね。アッシュの方こそ。何？私の顔何かついてる？寝起きの顔を見たのは初めてだから、新鮮だと思って。あとついてるといえば、口の周りによだれの跡が少し。おう、おはようさん。今日もよろしく頼むぜ。ちょっと顔洗ってきます。おう、なんだ顔真っ赤にして。さーてね。卵パイとリ。おい、こっちも。はい、ただ。ご苦労さん。その。はい、お疲れ様でした。しかし、すまなかったな。え？でよ、どうする？
今日も泊まっていくか。それじゃあ、ああ、自分の家だと思って、いつもの。はーい。あいや、今日はなんかおすすめある？いい野菜が入ったって店長言って。野菜か。かしこまりました。すっかり看板娘だね。そんなんじゃないよ。そうかな。まさかそんな。おい、はーい、ただ。ごめんね、話。本当に大人気だね。そんなんじゃないって。うん、そうだよね。僕としてはちょっと面白くないけど。アッシュ？くっと、やっちまった。安っぽいグラス使ってやがるな。もうあんた飲みすぎ。あ、はい。でもいいの？酒がまずくなる話す。いいんだよ。ふん、そういうことだった。ああ、ああ、この浮気者、最低。違う、これそういうんじゃ。まあ、そうだよな。あたし知らない。おい、待て。待つのはあんたの方よ。あたしが必死に働いてる間に別の女作ったりして。
だからそういうんじゃねえ。信じらんない。こ、な、なに？はあ？私だって会えないのが嫌で仕事辞めた。うっせえな。なんですって？この店見てみろ。お前が辞めて新しい子が入った。なあ、あんた。言っていいことと悪いこと。な、何よ。そんなことないよ。むしろ私に代わってから少しお客さんは減ったかもしれない。本当？うん。この人と会える時間がなかったから、うん、最初は自分勝手なこと。その、悪かった。